今回は、おじいちゃんに10時間説教されて改心したニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y 38歳。おじいちゃんに10時間説教され改心する。なんか道を歩いてたら、杖持ったじいちゃんに10時間説教されたにゃが、朝の9時頃に出会って、気づいたら19時になってて草。じいちゃん暇だな。暇なニートとじいちゃんの組み合わせか。親戚？違う、ただ道端で会った人。草。良い社会貢献やん。なんで話しかけられたんだ。毎日同じ時間に散歩してて、たまにすれ違うことがあってさ。平日の9時前後によく出会うから、ニートだと思われたっぽい。それで親を泣かせるなとか説教されてた。いい人やん。わろた。わいも前にちょっと変な場所に駐輪しようとしてじいちゃんに怒られたわ。元気なじいちゃんで何より。年寄りは大事にしろよ。年寄りの時間はのんびりだからな。多少の説教はしゃあない。多少じゃなくて10時間な。ちょっと持ってんだろ。でもワイも近所のじいちゃんと話してて逃げるに逃げなれなくて3時間経ったことがある。コミュ障あるあるやな。ワイもニートでコミュ障やけど、お年寄りとは比較的話せる。昨日も近所のばあちゃんと立ち話したで。ちょっとわかる。同世代とか親世代より話しやすいよな。結構同じ話が続いてて途中で帰ろうと思ったけど、なんて言えばよいかわからんかった。親も探しに来ないしで、結局マジで10時間近く経ってた。おつ、話題がループしてたのかな。まあニートだからな、少しは付き合ってやればいいやろ。で、親を泣かせるなって言われてどうしたんや。最初はなんで怒られるんだよって思って適当に説教を聞いてたんだけどさ、昔の苦労話とか、息子さんの一人が早く亡くなったこととか、あれこれ聞いてて、だんだん聞き入ってた。で、かなり励ましてもらって、ハロワくらい行ってみようかなって。じいちゃんの話で改心してて草。すごいな、そのご老人。まあ親に言われたり俺たちに言われるよりも、全然関係ないじいさんに言われた方が頑張るでってなるのかもしれんな。でもどうせ三日坊主。正直今まで親になんて言われても三日坊主どころか始めたこともないんや。だから怖いは怖いけど頑張りたいとは思ってる。何かダメだったりしたらまた相談に乗ってくれるって言ってたし。一気は何歳？ 38 歳。最近は親も諦めたみたいでそこまで注意もされなくなってた。最初は説教じいさんかと思ったけど、話を聞いてるうちにはいでもなんとかなるような気がしてきた。もちろん楽な仕事とかは無理だと思うけど、日雇いでも派遣でも何でもいいから頑張ってみようと思ってる。本気か？引き返すなら今のうちやぞ。38歳やと結構大変そうやな。じいちゃんが仕事を紹介してくれるかに展開は来なかったのか。アニメとか小説だとご老人が社長だったりするんだけどな。さすがにそこまで都合の良い展開じゃないわな。でも気持ちよく背中を押してもらったから頑張るで。連れで煽られたり親に文句を言われるのと何が違うんやろ。そりゃやっぱり年の子だろ。じいちゃんグッジョブ。もしかして一気の親に頼まれたとかない？それはさすがにないと思う。親戚ってわけでもないし親が話してるのも見たことがない。なんていうか見ず知らずのワイにここまで熱くなってくれるのが嬉しかった。説教ループかと思ったら話にちゃんと芯があるっていうか。しっかりじいちゃんに陶酔してて草。ええやん、ええやん。こういう話、嫌いじゃないわ。頑張れよ。でも三日坊主なんだろ。ニートが足引っ張ろうとしてるな。別にいいじゃん、一応頑張らせてやれよ。働こうとするニートはそこそこ応援してもらえるんだな。ワイには励ましてくれる人がおらんからもう頑張らなくていいよな。頑張れよ、応援しとるで。3月。この年齢で少し不安やけど、ひとまずハロワでいいよな。バイトも考えたけど、できれば職歴を作りたい。ハロワにはろくなのがないと思うけど、職業訓練とか受けてみたらいいと思う。適当に入れるところに入って1年くらい働いて転職したらいいんじゃん。地域にもよるよな。コンビニバイトとか無理ないものから始めるのもありやで。コンビニはハードだよ。免許あるならトラックとか。ニートスレでよくトラックと警備員は出てくるよな。あと機関工。機関工って38でもいいんだっけ。需要はあるけど人が集まらない不人気な仕事もあるからとにかく食らいつけ。いろいろサンクス。前にニートスレで思いっきり叩かれたけど優しいやつもおるんやな。やる気あるやつは嫌いじゃない。これもじいさんのおかげだな。ワイもじいさんと会ってみたい。でもニートを続けると思うが。ほんときっかけって人それぞれなんだな。ワイも何か良い出会いがしたい。途中で逃げなくてよかったわ。良い話が聞けた。親にはもう報告したんか。恥ずかしいからしてない。仕事を無事に始めることができたら報告しようと思う。じいさんの目の黒いうちに就職するんだぞ。親も喜ぶやろうな。最高の親孝行や。いっち、頑張れよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。25歳でニートって嫌な仕事でも就職しなきゃいけない年だよな。今受かりそうなところがあるけど、仕事内容がきついらしい。明日体験する予定だが、迷う。お前に選択肢なんてないぞ。そういう年だよな。
35までは大丈夫っておとんが言ってた。25を過ぎたら丸抜しかない。20代後半だからな。でもあと4ヶ月くらいで26なんだが。石の上にも3年やってみろ。あんまり辛いと続かないと思う。今までの職歴がひどいから。働きながら考えるべきであって雇う側から考えてみろよ。職歴もないのにまともに働いてない奴雇いたいか。お前自身の考え方としてもきつくても働く考えがないと続かんよ。有能でも働いて文句ばっか言ってすぐ辞める奴は誰も取らなくなる。きつくない仕事なんてないぞ。合う合わないがあるだけだぞ。それは思うわ。向き不向きってそんなにすぐわからなくない？ 28 までフリーターで29の今やっと正社員やってるけど、人生なんとかなるぞ。辛い仕事なんかやめとけ。そういうやつってどうせ有名大卒とか資格とか持ってたりするんだよな。大丈夫だ、専門卒のバカだ。まずはいろんなバイトしてみていろんな業界知ると面白いと思うぞ。バイトなら自由だし。気楽だな。25でバイトって全然雇ってもらえなさそうだけどな。25なんてまだまだ余裕だよ。不安あるならまずバイトしてみー。今建設コンサルで働いてるけどバイトもそれ系だったし、バイトやって仕事知るのも悪くないと思う。どうしても嫌ならやめとけ。俺は就職前に職務内容に不可なことがあるっていう条件を承諾させた上で入社したのにやらせようとしてきたから離職するぞ。アスキメルは一応アルバイトでやってた職種なんだけどね。俺が思うにすぐ辞めちゃうやつは何やってもダメだよ。変な才能があるとかなら別だけど。辛い仕事でもとりあえず始めてってのは握手。やりたい仕事か辛くない仕事狙っていけ。続けられる方が大事だぞ。なんで目の前に体験できる機会があるのに試してから考えないかな。そういうところだぞ。試す前からうだうだして何もやらない。仕事内容は何なんだよ。介護の辛さと不動産営業の辛さは違うだろ。職種的には介護とか保育みたいなの。25歳で働いてないとかバカだろ。笑えないレベルだわ。実家におったの？よく居座れたな。俺が親なら追い出すわ。お前なんか実家最高。特に理由なければ実家で金貯めた方が良くないか。というか俺も若い時そんな感じだったんだよね。続かないんだよ。でもいつの間に関わってたで。なんとかなるさ。俺も長く続けるつもりでやってるんだけどな。30まで大丈夫だぞ。根拠がないのがな。人によると思う。大学は行ったの？行ったよ。なんで現用公務員受けないのかな。何それ、初耳。現用？現用公務員で検索してみなよ。調べてみた。学校の用務員とかそういえばどうやってなるんだろうな。考えたこともなかった。そう言って過労丸したやつがいっぱいいる。自販機補充とか居酒屋とか。肉体的にきついとか精神的に無理とかクソ残業とか転勤とか嫌なことはどの仕事でもあるから、これだけは絶対に譲れないラインを決めておかないと潰れる。待遇面以外だと職場の人間関係はあっさりしててほしいな。そればっかりは入ってみないとわからんが、シフト制だからずっと同じ人と一緒になることはないんだろうけど。飲食とか介護ならいつでも正社員募集してるよ。前に介護が受からないって怒ってるやつがいたけどな。でも介護は過労丸しそうな日々を送りながら手取り13万、ボーナスなし、でも肩書きだけは正社員。ってどうなん？本当に現代の奴隷だな。介護ってなんで辞める人多い？そんなにきついのかな？実際、きついと思うぞ。定期的に介護施設に行ってるだけの俺でもきつい。あれで常勤だとクッソしんどいと思う。何がきつい？似たような職種に入ろうとしてる。ただの介護そのものなら夜勤やらの待遇を除けばそう辛くない。問題は言葉の通じないだけじゃなく、よくわからん行動しだしたりなんなりで精神的に消耗する。見た目が動物じゃなくて人間でそんな行動するんだぞ。辛い。汚物処理とかは割と慣れるらしいけど、暴言とかがきついらしいね。一旦立ち止まったわけだし、立ち止まらなかった人たちで枠は埋まってるから、ホワイトカラーに就職は相当厳しいよね。その人たちもあとはどんどん狭くなってくる、その枠にしがみつけるように必死に頑張るわけだし、一旦立ち止まったんならしがみついて考えてる余裕のない人たちとは違って、自分が何を目標にして働くか、どんなことをして人の役に立ってお金をもらいたいか考えた方が良いと思うわ。それがしっかりしてたら何も考えてない22歳新卒よりは就職に繋がるしね。いいこと言う。そもそも正社員志望なのか、借金や家賃がないなら派遣なりバイトなりでも余裕だぞ。この方が受かるハードルときつかった際辞めるハードルは下がる。バイトしてる時間の余裕ない、いずれ親も丸主、ずっと実家暮らしってわけにもいかないんだよ。職歴なしは25まで。大卒資格ありなら30超えても余裕だが。そういう意味では25ならまだ資格に逃げれるわな。ずぶといな。俺は人と関わった日はいつも家で一人反省会しなきゃいけない。したくなくても考えちゃう。一旦仕事ついといて不満点確認した上で転職が正解。転職する時間取れなかったわ。
休み少なすぎ。そんな職人なんてレベルじゃなくて、普通に IT 系。未経験でも時給1200円ぐらいから雇ってもらえる。これで底辺社畜よりは稼げる。スキルが伸びていけば時給交渉してあげてもらえるよ。俺は時給2000円以上になった。そこからは会社側も正社員で雇った方が得ってことで渋々正社員になったけど。そうなんだ。IT 系はしんどそうだけどな。でもどの仕事も同じだな。焦って変なとこでサラリーマンになるより、非正規でもいいから何かしらの専門的なスキルの身につけられる仕事に就いた方がいいよ。専門的なスキルって例えば？職人系？パン屋とかは無理だわ俺。25まで無職だったけど公務員になった。新卒じゃなく職歴もないなら何歳だろうが民間は絶望的だから。俺25歳だけど普通にバイト生活してる。結婚するつもりないし金余る。将来的には歌手になりたい。ニコニコとか YouTube で活動してそう。そういう夢がある人ならいいと思うけどね。最近の VIP ってニートに風当たり強い一般人みたいなやつが多いから本当に嫌い。みんな働いてるんだよ。いつまでもニートなのはお前だけだぞ。25の時はまだ学生だったから大丈夫。ちな32ニート。引率とかでしょ。余裕で就職決まりそう。引率だって決まらないやつは決まらない。1時2時ぐらいはすんなり通るけどそっから先で全落ちよ。一致が頑張れるといいな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。わい無職、仕事が欲しすぎて頑張るも、そのストレスから酒を浴びるように飲み始める。ダメみたいですね。ほんま心折れそうや。派遣でもいいから仕事探せばいい。派遣でやってるんやけどもともと高学歴界にいたから心折れそうや。そういう変なプライドが邪魔しとるんやない？プライド捨てれんわ。捨てたらもう戻れないなと思って。戻るもクソももともと派遣やんけ。そういうわけちゃうんや。派遣前は派遣じゃなかったんや。今は毎晩工場への派遣とかや。なんか売りになる資格取れば？業種にもよるけど。資格試験は来月やるつもりなんや。実はもともと火曜継がされそうとして現実逃避の末にこれじゃダメなんだって火曜放り出したから。高学歴界って何かメリットあるの？ないな。強いて言うなら最低限の常識はあるやろって見られるくらい。肩書きがなければ胸を張れない人生はやめろ。東大院卒のフリーターもおるし。どんな科用？医療系や。親は医者か。医者ちゃうな。医療機器関係や。医療機器関係ならうまくいけば一生安泰やないか。すまんがその人生って望んでないのなら地獄やで。知り合いが東大卒だが、一緒にバカなことやって楽しみながら仕事で苦労してるぞ。最低限の常識あれば現実逃避も酒に溺れることもないわな。酒に溺れる言うても飲みすぎで問題起こすまで飲むことはさすがにないわ。今も酔ってすれたてしとるが意思疎通は最低限できてると思っとる。若いのならどうにでもなる。今28や。贅沢な悩みやな。わがままなのは自覚してますわ。3月に辞めたってあんまり経ってないやんか。言うて3月やぞ。一月派遣してましたは微妙やろ。介護のバイトやりつつ派遣やってるわ。金貯めて大学通いながら就職探してるわ今。やりたいこともないんやろ。家業継ぐのが嫌なだけで、それ以外選択肢が実質ないんやろ。いやあるで。ただ技量がないねん。だから専門系の大学通いつつ派遣やってるわ。良い年こいて。何したいんよ。映像関係や。バイトもそこら辺でしとる。親に正直に言って親のコネで就職したらええやないか。親は無理や。ああしろこうしろってか干渉すぎて人生の大半棒に振ったわ。親が元気なうちに親のすねをかじらんとまるんでからでは遅いで。まあそれもプライドが許せんか。せやな。ああそういうのちゃうな。 CG とかそこら辺や。 CG 関係なら火曜ついでそっちは趣味でやった方がいいな。火曜がきつすぎんねん。食おうと思ったら朝から晩までやぞ。それで年収450万とか。なんか結局ないものねだりやな。火曜じゃダメなんかな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。はは、働きなさい。30歳ニート俺、うっせえな。こんなクズ野党やついるわけないのを分からせてやるか。一社目、採用。俺、いやマクマより社会は一致に優しかったのであった。無能系有能。よかったニートが一人減った。良い話だな。頑張れ。ただの有能。無能に厳しいなんて嘘だったのかよ。工場でもなければ未経験雇わないと思ったのに。母感動。ここからがきついぞ。だから会社は下調べしておけと言われているだろう。断ればいいだけだろ。何の仕事？俺も10年ニートからの激ブラック一発採用で過労丸したぞ。お前も仲間入りだ。言ってるじゃん、幽霊か。早く成仏しろよ。職歴ついたじゃん、やったね。渡る世間に鬼はなし。実はコミュ力がずば抜けてたとか、学歴良いとか、ニートと言っても大して空白期間も長くないとか。若かったんだと思う。と丸腹や丸目がなければ働ける。たまにいるよな意識低い系有能。
生存能力の低い有能いるよね。でもニートとしてはダメだな。働けたんならいいじゃん。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ほう、ニートはい、スーパーの品出しバイトに行くも絶望。陰キャの居場所みたいなのを期待してたのに陽キャしかおらん。今泣きながら夕飯食べてる。深夜に来てレジ鳴らすやつ全員丸ね。陰キャは日雇いみたいな方がええぞ。スーパーとか工場とかのほとんど人が変わらない閉鎖的なバイトだとすでに人間関係完成しとるからな。よっぽど優しい先輩いない限りぼっちよ。ワイもそう思い始めた。順調に社会不適合者になってる。日雇いとか底辺の中の底辺やん。あんなん奴隷のやることやで。泊まるくらいしか役割持てないんや。これがコミュニティという怪物。ワイもスーパーの品出しやってるけど陽キャの溜まり場って感じではないで、キョロ10くらいな感じ。陽キャの集まりでヤバいわ。怖い。何人くらい品出しのバイトおるん？ワイの時間帯は6人くらい。品出しなんて基本誰とも話さずにできるから喋るの苦手なやつにぴったりやと思うんやがな。そのはずなのにいざ行ったらすでに出来上がったコミュニティがあって、そこに馴染めずにもうすぐ丸される。ワイスーパー品出しバイトだけどババアしかおらんわ。どうでもいいことにネチネチ言ってきてうざいわ。難しいのはわかるんやが馴染む努力もせなあかんで。馴染むにはどうしたらいいか考えても思いつかんから才能ないわ。ワイのスーパーは品出しだけじゃなくて、レジとか成果とかデリカとか全部もん見ても、バイトは真面目系ばかりで。陽キャみたいなのはおらんけどな、場所によって全然ちゃうんやな。品出しとか陰キャじゃないと発狂するやろとはやりながら思うわ。一人で黙々とやるだけやで。仕事内容は誰でもできることをずっと繰り返すだけや。品出しやって思ったのは暇すぎてもしんどいってことやな。ほんまもう帰らせてくれって感じでいつも時間が余るわ。ワイはファンの部門のバイトなのに高確率で仕事終わりに品出しやらされるわ。馴染めないってバイト始めてどれくらいなん？2日目。2日目ならそんなもんやろ。まあ、直感的に合う合わないとかわかるかもしれんけど。しかもバイトとか仕事って勤めた時間で上手くなるやん。他の人に迷惑かけるんやからワイ嫌われてるんやろなって気になるわ。何ヶ月も経っても進歩してないなら嫌われるかもしれんけど、最初なんて誰でもうまくいかんもんやし、遅かったりミスしてもそんな気にならんと思うで。品出しなんか一週間で慣れるわ。誰でもできる。スピードやルールは無理やろ。物の場所がわかりにくいくらいだな。ワイはもう細かいところまで覚える気ないから他の人に聞くわ。まだ覚えないんかこいつは。クソガとか思われたら自責の念がやばいねん。相手はそんなにお前のこと気にしてないぞ。他の人たちが話して楽しそうにしている間ワイは何してよいかもわからんから隅っこでポツンや。仲良くなるのが仕事なのか？ちゃうやろ？確かに、でも嫌われたくはないねん。嫌われたら給料減るんか？確かに、でも嫌われたくはないねん。だからずっとニートなんだよ。積極的に新人なら聞きに行ってたらええんちゃうか？面倒くさと思われる危険性もあるけど、熱心なええやつやんと思ってくれるかもしれんし、会話のきっかけにはなるやん。ワイキモータのブサイクハゲやけど大丈夫か？しかも先輩は年下や。まあその感じだと話しにくいのはわかるけど、イッチのが年上なら、それこそイッチから話しかけないと会話にならんのちゃう？年上の後輩とか、先輩側から話しかけるのもなかなか難しいもんやで。ハゲって学生じゃないんか？ニートだって書いたし、浪人した上にエフランという微妙さだし。ワイ品出しバイト、無能有能関わらず人手不足の品出しバイトをしてくれるだけ感謝。むしろレジのが足りないんちゃうの？店長がレジだけ全然来ないって嘆いてた。ワイんとこはいずれレジもやらされるらしい。うわ、外れやん。ワイのところはその可能性ゼロなのが最高や。食品の会計とかやりたないわ。スーパーなんかたくさん買うやろに。てか品出しとレジって職種別じゃないんか。ワイんとこも一応違うっぽい。レジが人でおらんから人でおらん品出しからやらせるらしい。イッチができるだけ下手に出て、年上だけど、そういうの気にしませんよっていうオーラを出さないと。先輩も気まずいんや。ワイ下手やで、基本みんなワイのこと肝がってるやろうからなるべく静かにおるで。ワイクソデブどこでもいいやと面接受けたら受かるも立ち仕事で足が持つか不安でむせび泣く。案外なんとかなるで。ワイはバイトと合わせてダイエットしてたら、20キロくらい痩せたわ。てかワイのところ左側通行なのに、そのドア開けた左側にマイクあるの構造的に問題ありすぎやと思うわ。慣れるまでマイクで放送中の社員さん何度もドアで潰したわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。